こんにちは、 NPO 法人ミーヨの阿部です。今日は滋賀ローリング療法チーンに来ています。この療法チーンはミーヨの選手が万全の状態で試合に臨むため、試合前や試合前日に利用し試合に臨んでいます。その他にも県内の高校チームがサッカー大会で全国大会に出る時や、滋賀県の国体のサッカーチームが県の代表として全国大会に行く時に、ここの先生が帯同されています。ミーヨの選手に限らず、いろいろなサッカーのプロ選手がここの先生の手ほどきを受けています。では早速行ってみましょう。こんにちは。滋賀ローリング療法チームの柏野先生です。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ、早速やってみましょう。はい。今日はちょっと腰が、あと左のふくらはぎが痛みます。わかりました。ちょっと痛いですか？大丈夫です。大丈夫。内臓の負担がやっぱり腰の方に痛みというか硬さを出していると思うんで、この辺も痛い。ちょっと痛いです。晩ご飯やっぱ食事取る時間がもう遅いんですよね。10時11時で、少なめにはしてるんですけど、あまり腰の調子がやっぱり悪いようやったら、まあ夜水分だけにして、まあ、抜くぐらいの方が次の日の朝の状態は良くなってくると思うんですけど。このくすぐったいのはやっぱりその血流が悪くなって、うっ血のひどい状態なんで、ちょっと押さえていきます。はい、ちょっと痛いですか？大丈夫です。だいぶ軽くなりました、体。はい、体軽くなりました。痛みもだいぶ和らぎました。まあけど食生活とかもちょっと考えながら、やっていってもらったりと思います。治療してもらうことによって硬くなってた筋肉が柔らかくなりました。で、ちょっと左足と腰に痛みが走ってたんですけど、そこもだいぶ和らぎました。先生のいいとこは、治療自体もそうなんですけど、やっぱり体に対する知識がすごくあるので、こういう食事のことだったり、怪我した後の復帰のタイミングだったり、そういう自分一人じゃわからないことを教えてもらえることがとてもためになるし勉強になります。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。スポーツしている子どもたちに、はい、日頃注意することなど何かあれば。はい、特に体のケアもそうなんですけど、やっぱり普段からの生活がすごく重要になってくると思うので、食生活であったり睡眠であったり、あとは自分の体をやっぱりその子供の頃からしっかり知るっていうことがすごく大事だと思うので、例えば怪我をしても、しっかり治すっていうことですね。それと焦らないようにしてしっかりとケアをしていっていただけたらいいかなと思います。そう、ありがとうございました。試合に万全の状態、体の状態で臨みたい選手や、怪我で悩んでおられる方、あとはやっぱ日頃のね、体のケアの仕方なんかを聞きたい方にはもうとてもおすすめです。